こんにちは、大黒住まいの前田です。本日は J ラピスナンバーご紹介させていただきます。それでは行きましょう。こちら目に優しいオートロックになっております。こちら共用部分です。本日は1102号室案内していきます。入り口入ってすぐシューズボックスがございます。次に横にあるトイレをご紹介していきます。次は洗面所を見てまいります。ちょっと暗いんで、見にくいかもしれないんですけれども、見ていきましょう。洗面所なんですけれども、こんな感じで伸びるタイプのノズルになっております。続いてお風呂見てまいります。ちょっとこちらも暗くて見にくいんですけれども、こんな感じです。設備ですけれども、浴室乾燥と追い焚きがついてます。続いてリビング見ていきましょう。キッチンなんですけれども、カウンターキッチンになってまして、二口コンロで調理スペースもたっぷりとございます。まだ収納もたくさんございます。リビングの隣が寝室になっております。こちらは 6.3 畳となっております。寝室の奥にはこのようにたっぷりとした収納がございます。続いてバルコニー見てまいります。こちら北向きなんですけれども、11階ということもあって、このように見晴らしもいいですね。こちらリビングですけれども、 11.6 畳の洋室タイプとなっております。洋室タイプ。キッチンの奥ですけれども、このようにフローリングタイプになっておりまして、フローリングみたいな。キッチンの奥なんですけれども、このようにリビングがございまして簡単です